皆さんこんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句読み飛ばすことなく大きな画面にしてお読みください。どこか一箇所でも承諾できないというところがありましたら、あなたはこの動画の続きを見ることはできません。あと日本語がね読めない人最近たくさんいますけれども、日本語がね読めない方は、小学1年生からやり直してください。それでは行ってみましょう。 LINE に登録してくださいね。そしてこの動画の感想を送ってください。ステッカーを販売しております。令和2年9月5日土曜日、草コイン新聞 FX 中野研究会ということでね、皆さんもすでにご存知だと思いますが、緊急の情報があります。台風10号ですね。超巨大ということで、気象庁が発表しているところによりますとですね、今まで見た時がないと、風速80メートル、こんなのありえないね、こんな風の速さはありえないと、今まで地球上にこんな風のスピードはありえないっていうこと、速いよと、時速280キロと一緒だって、新幹線の速度と一緒だそうですよ、風の速さがね。だからもう、まあ、トラックとかね、車っていうのは吹っ飛ばされちゃうそうです。また一般の住宅は屋根が飛んでいっちゃって、まあ、テレビ、民間のテレビ、民放放送見ましたけれども、基礎からね、1階の基礎からですね、家が飛んでいっちゃうそうですね。はい、風速80って言ったら、普通の家は飛んでいっちゃうそうです。で、まあ、鉄筋コンクリートぐらいは残るらしいですけどね、鉄筋コンクリートの戸建てとかマンションはね、残るそうです。で、僕が思うには、まあ、僕だけじゃなくて民放放送も言ってましたけれども、まあ、九州に乗ってね、九州大陸を離れる決断っていうのも必要だそうです。まあもう明日の朝ね、まあ明日は9月6日ですけれども、9月6日の朝はもう新幹線、九州新幹線はもうやってないかもしれないですね。もしやってたら、会社なんかね、もう会社より自分の命の方が大切だから、会社なんてもう有給取って休むか、まあ、風邪ひいたって言って休むしかないですよね。だって職場もなくなっちゃうしね、自分の家もなくなっちゃって、自分の命もなくなっちゃうのであれば、職場なくなっても自分の命は大切ですからね。どっちが大切かって言ったら自分の命の方が100倍大切でしょ。だからやっぱり大阪とかね、東京に行った方がいいと思いますけどね。僕だったらそうしますけどね。九州大陸を離れる決断もしてくださいというふうに、まあ、民放テレビも言ってました。で、家ごと吹き飛んでしまいますと言ってました。で、特にね、窓ガラスが割れてしまうと、風が吹き込んでね、屋根を持っていっちゃうんだって。かね、窓から風が入ってね、屋根がね、簡単に吹き飛んでいっちゃうんだってさ。だから、まあ、2階の窓は窓がない家が多いですよね。で、まあ、スリッパとかね、普通にスーってね、入ってくるから、ガラス割ってね。で、それで、まあ、ガラスが割れて、屋根が吹き飛んで、全部持っていかれると、1階、2階ね、持っていかれて、で、そこの中に住んでる人たちも、まあ、竜巻に飲み込まれてしまうってことになってしまいますから、まあ、命を守る行動を入手した方がいいですよね。うん、まあ、避難所に、まあ、今から、まあ、明日の朝からね、明るいうちに避難するか、まあ、近くのホテル、頑丈な鉄筋コンクリートのホテルに避難するか、宮崎とかね、鹿児島のホテルは今までガラス機だったのが、もうここに来ても満室だそうですよ。家閉じまりして、みんなホテルに避難すると。いうことですね。ただホテルも危ないですからね、風速80メートルって言ったらガラスが割れたらね、本当に大変ですから、ホテルのガラスは雨戸がないとこ多いですからね。だからそこから風が入ってきて、やっぱり屋根吹き飛ば、ホテルの屋根を吹き飛ばされるともう大変なことになりますからね、気をつけていただきたいと思います。で、私の方はですね、
やっぱり悠長にですね、毎晩ライブをやってる状況にはありませんから、今日、明日、明後日、月曜日、まあ、最低でも3日間はね、夜のライブは中止にさせていただきます。ライブやってる間にね、みんな僕のライブ見てる間にね、台風が来てね、流されちゃったりしたら困っちゃいますから、特に九州の方ね、私のファンがいっぱいいますから、鹿児島の方、宮崎の方、熊本の方、長崎、福岡、大分、たくさんいますからね、台風が来てるのにね、いや先生のね動画見なくちゃいけないって言って、私の動画をね見てる間にね、いえ何もなくなっちゃったとね気づいてみたら屋根がなくてパソコンしかなかったと、まあ、そういう風になったらまずいのでね、ライブはやりませんから、まあ、その代わりですね、動画をね毎日何本かこう出していこうかと思ってますから、避難所とかですねホテルとか、避難した後にですね、また見て動画を見ていただければと思います。それではね、皆さん特に九州、沖縄、五島列島あたり、あとは四国、中国地方ですね、お住まいになられている方はですね、一刻も早く遠いところまで避難していただきたいと思います。こちらね、東京の方とか千葉県松戸市の方でもね、ゴロ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 雷鳴ってますから、こっちまでですね、台風の影響が来てますのでね、いやいやいや本当にね、破壊力が強いと思います。で、急なね雨があって、こっちの方栃木県でもゲリラ豪雨がありましたから、東京の方でも浸水とかね、洪水とかっていうのは気をつけないといけないと思います。日本全国ね気をつけましょう。それでは千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。